選択家中村雄一さん。長野県伊那市のクリーニング会社宝泉社の3代目として家業に励む一方、洗濯のアドバイザーとしての活動を開始。洗濯王子の愛称で多くのメディアにも登場し、洗濯テクニックはもとより洗濯から考えるより良い暮らし方を提案。住宅関連メーカー、家電メーカー、アパレルメーカーなど様々な業界にアドバイスも行っています。今回皆さんに改めて考えていただきたいのが、洗濯物を干す環境なんですよね。洗濯物は外で干すのが一番。太陽の光で殺菌効果もありそうだし、天気のいい日なら早く乾く。外干しやっぱりメリットあるんですが、実はデメリットもすごくあるんですよね。外に干すと紫外線でこう服って日焼けをする、肌と一緒で服も日焼けをしてしまうんで、なおかつ外だと結構こう汚れるんですよね。例えば花粉とかホコリとかそういったものがこうついてしまう。さらに天気に左右されてしまうっていうデメリット、この3つかなり、デメリットとして挙げられるかなと思います。中干しは乾きが遅いし匂いが残りそう。でも衣類には良さそうにも思えるし。中干しって実は上手にやるとメリットがすごくいっぱいあって、実はもっとこうポジティブな干し方なんですよね。やはり衣類に優しい、紫外線がこう当たらないので、そうすると衣類の色が褪せたりとかしないとか、あとは衣類も傷みにくい、空気中の汚れっていうのがつきにくい、花粉だとか、その辺のこう土ぼこりとかそういったものがつきにくいので、汚れないっていうのもメリット。雨が降っていようが、晴れだろうが、どちらでも干すことができるので、そういった点で、天気に左右されないっていうのはメリットかなと思いますね。でただその中に干すっていうことだと、例えば干す場所がない、邪魔になる、居住空間が湿ってしまって、例えばカビだとかそういったことの原因になる可能性もあるので、そこら辺はちょっとデメリットかなと思います。外干し、中干し、両方のいいとこ取りはできないの？はい、外干し、中干しのメリットを併せ持った理想の物干し空間、それが晴れ模様ウィズです。開口部が日差しをたっぷり取り入れながら花粉やホコリの侵入を抑え、屋根パネルが紫外線をほぼ 100% カット、衣類に優しくしっかり乾かせます。換気効率を考えた設計、換気がまち、換気枠、採風ドアなどを設け、さまざまな条件で効率の良い風通しを実現しました。多彩なオプションが充実、便利な干し方のアイデアがいっぱいです。プライバシー、防犯対策もしっかり、中が見えにくい片板ガラスや遮光パネル、またロールスクリーン、カーテンレールもオプションとしてお選びいただけます。設置タイプは床、土間、デッキオン、躯体バルコニーの4タイプがあります。例えば洗濯機とかだったらかなりこう進化をしてると思うんですけど、それを干す、洗濯物を干すっていうことって全然進化してない、中の良さっていうのも外の良さっていうのも両方こう合わせた干し方ができれば、それはすごくいい干し方になると思うんですよね。なのでその外の良さと中の良さ、この2つがうまくこうミックスされた場所っていうのが物干し場としてはすごくいい場所かなと思います。
毎日行う洗濯だから、少しでも楽に快適に。住まいのプランニングに洗濯を取り入れてはいかがでしょうか。洗濯って一口に言ってもこう5つ工程があって、まず脱ぐ、で洗う、で洗ったものを干す、でその後畳む、で最後しまうと。それがこうバラバラになっちゃうと洗濯で大変になっちゃうんですよね。まずその脱ぐところから始めると、例えばバスルームの近くに洗濯機があればやっぱりいい、でその洗濯機の近くに干す場所があればいい、で、その干したものを、まあ、畳む場所、しまう場所っていうのが続いて、まあ、一連でこういう流れができれば、それが一番洗濯を楽にすると思うんですね。晴れ模様ウィズを間取りにプラスして、洗濯に関わる工程をまとめることで、毎日の洗濯が驚くほど楽になります。例えば天気に左右されないとか、まあ、時間にこう縛られずに干せるとか、まあ、ストレスなくこう干せて気持ちよく乾くっていうことだけで、結構暮らしが変わると思うんですよ。自分の生活をどうしようかっていうところにつながっていると思うので、物干し場っていうのをちゃんと考えるっていうのは非常に大事じゃないかなっていうふうには思いますね。毎日が洗濯日和、理想的な物干し空間を実現する晴れ模様ウィズ、皆様の家づくりのプランにぜひご検討ください。